2番の小原、前段の位置まで上がっていきまして、マークは9番の上野慎吾、6番の岡本秀幸と難関勢です。8番の篠原龍馬は前行きから車を引きまして、今度は1番の佐藤勝信が抑えていきそうです。上がった2番の小原大輝、その小原どうでしょうか、少し突っ張り気味に踏んでいまして、1番の佐藤和信は2番手外目あたり、8番の篠原は後方です。踏み込んでくる1番の佐藤を合わせきるか、2番の小原大輝、8番の篠原龍馬、外目踏み込んで最終周回です。結局2番の小原大輝が主導権を握りまして、まくってくるのは8番の篠原龍馬。第2コーナー回ってバックへと向かっていきました。先行は2番の小原大輝、後ろ9番の上野がちょっと遅れ気味か、後ろ4番の青井健二に変わっているか、まくってくる8番の篠原龍馬ですが、篠原のまくりちょっと先頭並んだところ、4コーナー回って大外からは3番小城直線コースへ向いてきます。横に広がりまして、先頭2番の小原大輝踏ん張り切ったかどうか。そうですね、逃げ切れたんでよかったです。自身の末的にはもう問題ないですね。ちょっと前回が成績が悪かったんで、はい、心配だったんですけど、はい、まあ、良かったです。とりあえずじゃあある程度、着内容に関しても求めてって感じですか。そうですね、まあ、ラインで決まれば最高だったんですけど、まあ、なかなか難しかったです。で今日一走してみてバンクのコンディション、風はどうでしたか。ちょっとあったんですけど、でも、ソールは軽いんで、まあ、問題ないかなと思います。